今回が17回目ってことは、残りのモンスターの数を考えると多分25、6回ぐらいで終わっちゃうのかな、実況もってことをね、日々思っております。こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第17回目モンスターハンターダブルクロスの実況やっていきます。よろしくお願いします。おそらくそのぐらいの回数で終わるんじゃないかなとは思っているんですが、果たしてどうなることやらって感じですかね。はい、今回の、ギルドカードはこんな感じです。アイルだらけですね。可愛らしい。うん。ということで、今回はですね、イケメンが映ってますね。まあ、ギルドカードはいいとして、今回はこんな感じですね。ゴアマガラ防具を揃えております。発動しているスキルですね、先にお見せしちゃいましょう。いつもね、戦闘中に見せていたので、無我の境地。恐竜ウイルスに感染しても発症しにくくなり、解除した時の恩恵も高くなる。全くもって意味がありません、これは。はい、なので今回はスキルなしと思っていただければなというふうに思っております。そして使用する武器は双剣です。はい、なぜ今ちょっと間があったのか分かりませんが、これですね、王宗神かな、分かんないですけど、旗高み、神王画の武器ですね。攻撃力は140となかなかに高いです。そして雷属性が20ついております。強いね、切れ味もいいのでなかなかに強い武器じゃないかなというふうに思っております。うん、今回はいいんじゃなかろうかと思っております。よっこいしょと。まあ、せっかくなのでここから出発しましょうか。はーいと、ですね、今回のクエストはこちら、合流ティガレックスやっていきましょう。旧砂漠ですね、場所は。ということはですね、なんかいらないものもあるような気がする。これいらないな。お、なんかいろいろ残ってんな。すいませんね。まあピッケルは持っていくとして、ピッケル虫網はね、もうマストで持ってってるんで、で旧砂漠なんでクーラードリンクを持っていきましょう。まあいいでしょう、このぐらいで。さあやっていきましょう。合流ティガレックス来ましたね。ティガレックスアイスボーの実況も上げておりますので、ぜひ見てみてください。見事に僕がボコボコにされてます。楽しみですね、ティガレックス。さあ、お供の紹介をしておきましょう。まずクーですね。クーはですね、お揃いですね。ゴアガラの防具をつけております。はい、ランタンオブキャットということで可愛らしいものをつけております。そしてリックス君、リックス君は、神王画の防具ですね。大猫剣ゴロゴロと神王猫ヘルムとかいろいろついてますね。うん、で、ルックスなんですが、まずクーはですね、なんかおお、まがまがしいですね。おお、お化け怖いね。今度はだいぶあのクーの顔がね、最近見れてないような気がしますが、まあ、前回はね出てきたけど、その前かな、前々回は顔が隠れてたような気がします。はい、こんな感じですね。でリックス君、まあ神王画防具はね何回も見たことあるんで、はい、まあ今更っていう感じはしますが、懐かしいね。サードの時はね、一番最後のクエストを3人ともね神王画防具にしていきましたね。懐かしいね。ってなわけでいきますか。ゴーリューティガレックス行きましょう。めっちゃ捕食してんじゃん。めっちゃ飯食った。さあ、そんな食事中に申し訳ないが、行かせて、あれ、よいしょ、行きましょうか。さて、まあゴーリューと言ってるくらいなんでね、うるさいです、ひたすら。さあ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 、耳栓のない中ね、こいつと戦うのはなかなかね怖い部分もありますが、そしてね、双剣なんでね、こいつに近づかないと攻撃はできないんですよね。おらおら。ただね、ティガレックスは好きなモンスターなんでね、楽しんでいきたいと思いますよ。はい、楽しんでこうぜ。おお、めっちゃ画面がカクカクって。まあ、ひたすらランブしていきましょう。まあ、せっかくのね、切れ味がね、いっぱい、よいしょ、ある武器選んだのでガン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 攻めてね、こいつもね、ガン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 使って攻めていきましょうよ。とりあえずね、片手剣といい、この双剣といいね、数をね、よいしょ、稼いでいかないといけないので、ね、手数をね、乗りたいけど来るな、上に。そうなんだよな、この辺りからこいつ登ってくるようになったから結構怖いんだよね。上で構えてても大丈夫と思ってても、あう、結構怖いんですよね。よいしょーら、懐かしいな。モンハン始めたばっかの時はね、昔もお話ししましたが、双剣を使っていたので、こいつにもね、よく双剣で挑んでましたよ。
よいしょ、乗りました。まあ当時はねこの部位がなかったんでね、スタートの時は。うるさーい、いいダックダックダック、間に合うか、いけるかいけるかいける、いけるね。オッケー、顔面狙うか。まあせっかくなんでね。おう、ゲージが切れた。さあ行くぜ鬼人、ほい、密な暴れます。とりあえずね顔面を狙っていきましょう。アイスボーンのティガレックスがめちゃめちゃ強かったんでね、まああれはねただ単に私があのワールドの操作方法に全くもって慣れていなかったっていう部分もあるんですが、おなんだなんだ、移動か、いや違うな、突っ込んでくれ。おお登ってきた、ある意味ホラーなんだよな。おお完全にジュラシックパークだもんこんなの、恐ろしいわ。まあ、うーなんだなんだ、お前 そんな飛び方する今の完全に降りてくる流れだったろ今。おうパンツが見えちゃうよミツナちゃん。あとでもこれあれか、スカートじゃねえかズボンか、残念。さてさて、まあ、パンツってさ結局インナーだからさ、見慣れてるっちゃ見慣れてるんだよね。まあ、よくよくねあのモンハンあるあるなんですけど、女性ハンターの防具はどこを防具してるのかよくわかんないっていうね。本当に守備力あんの、何を防御してるのか全くもってわからない防具ですよね。なんて言ってたらちょっと耐えるか、まずあーっと待って待って待って上からティガ、おおどこ行くどこ行く、おお向こうか、よしとりあえず回復して、どこ行くどこ行く、たまにこいつの行動がよくわからないな。さあさあさあ暴れ回ってはおりますが、これ怒ってんのかな。よいしょ、いいね、ここは段差がいっぱいあるんで飛び越え機がガン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 狙えますね。痛いな、あーしかも仮技つけてくるの忘れた、まあいっか、双剣なんで大丈夫でしょ。何を根拠に言ってるのか分かんないけど多分大丈夫、私ならいけるそうこの私ならいけますっていうね、やっぱ自信を持っていかないとね。はい、完全にまあ準備不足なんですけどねそんなんばっかりだな。まあでも何回かこういう風にあのなんだ仮技をつき忘れててもなんだかんだで晴れてはいるので、まあまあまあね、一応ね元 G 級ハンターですから、こう見えてこう見えてね元 G 級ハンターなんで大丈夫でしょう。さあ、スタミナもマックスにしたところで、おジャガイモ攻撃、アイスボーンではねこのジャガイモ攻撃が氷の技になってますからね。いつの間にもねお前そんな効率属性なんか身につけたんで、まあ、雪山っていうねイメージは確かにあるけど、ティガレックスにはお前変わったなぁと思いました、やった時が。まあ面白かったけどねティガレックスね、大変だったけど。おいしょ、さあさあ、おお待て待て待て、緊急回避ができなかった、見えない見えない、そっちに行ってくれ、そろそろ閃光玉使ってみる。まあ、言うてもこいつはくる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 回ってね暴れたことには変わりないんですが、いいな双剣やはり使いやすいですね今のところ。順調じゃない、私の狩りにしては珍しく。うん、こいつが何をしたかっていうのがよくわかんねえな、全然移動もしないしな、結構しぶといっすね。おりゃ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 、あ逃げた、さすがに移動か。お前こんな狭いところにも来んのかよ、疲れてんな、そろそろ尻尾狙い始めるか。ふい、いろいろとね V 破壊をしたいんですができてないな。まあ双剣は V 破壊用の武器じゃねえと言ってしまえばそうなのかもしれないですけど、やっぱりハンマーとかね前回のねえ上に比べちゃうとやはりねちょっと劣る部分はあるんですが、ういサブタゲなんだっけサブタゲなんだ、全然見てなかった、ノリ成功かな多分。うん、なんか今日のティガはおとなしいな、いつもこんなんじゃない気がする。あれかな、やっぱりアイスボーンと比べちゃってるからかな、よくわかんないですけど、そんなに今日は強くねえぞ、痛い、なんだったんだ、あやっぱダウン成功ですね、乗り越え機を2回成功させることでしたね。まあまあまあいいでしょう、 OKOK、 とりあえずねサブタキがクリアできたんで、あとはもう V 破壊をガン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 狙っていきましょう。届かない、
お、怒らせたな。てめえはティガを怒らせた。ふいおう、聞いた聞いた。さて、聞かせたのはいいんだけど、意味ねえんだよな。やったのはいいんだけどさ、あんまこいつ変わんねえからさ、やってても。まあ、弓とか、ああいうね、ガンナー武器だったら、先行玉はね、すごい重宝するんですけど、こいつに対しては。剣士武器だと、正直、あ、もうマジか、お前。早いぞ。いくら強い武器だからっつっても。早いですね。ほら、これあれじゃないか、 V 破壊ができないで終わるっていうパターンじゃないか、こいつ。まあいいや、終わらしまおう。もうそんなね、どうでもいいわ。ふい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 。全然ミトナちゃんは乱舞しておりませんが、今回乱舞しなくてもね、ティガごとき倒せるということですね、私の妹は。というのはまずいので、さすがに乱舞しておきましょう。オッケー、尻尾切れた。なんだろう、今日の敵がそんな強くねえぞ。なんだなんだお前。ちょっと、せっかく期待して武器作ったのに、ジンオウがなんと討伐したか。おいしょ。はい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 、ここでもいいや。あ、倒れた。シャキーン、翼をくれ、爪をくれ、爪をくれやす。怒った。ガオーガオー。これ頭、あ、終わった。はい、終わりです。急に冷めるな。わーい。はい、ティガレックス終了。まあ弱点のね、武器でいったし、まあ倒せて当たり前なんですけどね。使い慣れてる双剣だしと言いつつね、まあ、10分以上かかってるので、まあ、そんなにね、自慢するようなね、あの狩りではなかったんですが。 OK で、尻尾も、うん、まあ普通の狩りでしたね。 OK、 クエストクリア。降りません。やだ、私は降りないわ。ここにしがみついてるの。 OK、 さあ報酬です。まあ、少ないんじゃないか。おお、結構微妙だな。流骨だもんな。うん、まあティガの、まあ素材もなかなかに手に入ったか。あとは骨ですね、全部ね、骨と牙ですね。うん、いいね。お前らうんこ拾ってたのか。まあいいけど。10分50秒、ティガレックス。オッケー、順調ですね。やはりあれですね、ジンオーガの防具が一番可愛いと思う。まあ、キリン装備もなかなかに可愛いなと思いますけど、やっぱりこうやって見ると、ジンオーガ防具も可愛いなと思いますね。ということで、はい、やってまいりました。今回はこちらですね、ジンオーガ防具ですね。で、発動するスキルはですね、快進撃属性。攻撃で会心が発生した際に与える属性ダメージが高くなるということで、今回はこのスキルが発動していると。あと力の解放プラス1ですね。特定の条件を満たすと一定時間プレイヤーが強化されていますと。で、氷耐性弱体化と。まあこれはね、次のモンスターは 氷属性の攻撃はしてこないんで、全くもって関係ございません。で、武器なんですが、弓でいきます。今回はね、もうガンナー防具でいきますよ。で、攻撃力130で、雷属性14ついております。まあ、さっきの双剣に比べてしまうと、まあ、ちょっと劣る部分もあるんですが、一応ね、ジンオーガの武器は武器なので、で、使えるね、瓶はこんな感じですね。なかなかにいい瓶じゃないかなと思いますよ、揃ってるのはね。さすがジンオーガ武器ですね。なかなかに強い。ということで、またね、雷一色になった私ではございますが、今回の相手はこいつ、先人襲来ということで、セルレギオスですね。こいつを僕一人の実況で倒しに行くのは初めてですね。あのコラボでね、他の実況者さんと一緒にさせていただいた時にはこいつ狩りに行ったんですが、まあちょっとね、その時とはね、雰囲気も変わってくると思います。一人なんでね。で、まあ弓なんでね、いろいろね、持ち物は持っておりますが、まあその辺はね、ご愛嬌でよろしくお願いいたします。さあ行こうぜ。先人襲来ということで、セルレギオスですね。モンスターハンター 4G の、ジャケットモンスターですね。あちょー、
先人竜セルレキオス行きましょう。足蹴りしてくるかなこいつな。まあ 4G をね僕は持っていないので正直ねこいつ初めましてはクロスの時だったんですよね。なので借り慣れてはおりません。いやーうるさい。くそ、ガンナーに必須である耳栓がついておりません今回は。んで、おお、ちょっと待って、とりあえずはね、ゴアマガラをね犠牲にしながら練習をしておりました弓に関しては。でこいつ飛ぶんでね厄介なんですよね。落ちてこいやでクリティカル距離もよくわかんないのでね、もうとりあえずガン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 ダメージを、あ痛い痛いな、あちょちょ待って待って、列車折ったいきなり。そんな時のためにお魚さんお魚さん、あんなに一気に食らうのかな、なんか攻撃のモーションにしてたから食らいまくっちゃったのかな、よくわかんないですけど、じゃ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 んじゃじゃんと、うお、あれこれ、あそういうことか、そういうことか、その場に立ってると一気に食らっちゃうのか。あまりこいつの攻撃をねまともに食らったことがないので正直お恥ずかしい話。よいしょ届くかな、オッケーオッケーいいよ、よいしょ、うん、まだまだ、これがよくわかんねえな、避けるしかないのか、難しいな。でででで痛いな、爆弾とか持ってくればよかったかな、せっかくね麻痺瓶とかあるんですけど、まあいいかな、すいませんねちょっとね弓の操作は慣れていないので、カメラアングルが痛い、ちょっと待って、そんなに連撃してくるこいつマジでそんなに足気にしなくてもよくない、あ、爆痛いな、ん捕食かよ、しかもそれ、なるほどね、はい、ちょっと待って、さっきのディガレックス戦とは大きく雰囲気は変わりましたね。待って、なんで俺だ、なんで俺ガンナーってこんなにヘイト稼ぐ、そうスキル発動しちゃってるし、なんだよカニ邪魔、あーちょっと狙えないしうまく、いてててていつになっても弓はうまくなんねえな、そうか、一応ねこいつの弱点が雷なので今回ね陣容下の武器使ってるんですけど、倒せるかまあゴリ押しで倒していくしかねえな、ちょっとこいつの動きにもね慣れていかないと、よいしょ、まあいずれはねこいつのね防具も集めなきゃいけないんですが、いずれもつってもいずれかつってもね、あもうダメだ、言ってることがめちゃめちゃだすいませんね、なんだなんだ、どこ行くどこ行くお前、移動か、ゆっくり移動すんなお前、うお目の前かや、うるせえしこいつも結構うるせえんだな、これはあ避けられるっちゃ避けられるな、途中からでもな、なるほどね、いって俺かよ、攻撃が読めないな、回復よろしく、いてててて、ちょっとあの全然私の様子が見えない、カメラさん横から攻撃してくんのね、はあはあはあ、やばいどんどん魚がなくなっていく、でうん、なんだなんだん、クーちゃんなんかやったの今今のは何、クーちゃんが攻撃されてたのよくわかんないけど、ほらいやこいつは難しいな、無言になっちゃうなあやべ撃っちゃったな、あほー全然まだ瓶撃ってないよこんなの、はいはいはい、おらおらおら、とりあえずね狙えるところは狙っていきたいんですが私の腕では無理なんですね残念ながらね、ちょっと待って逃げるよ、乗ってみる、おら何を無茶してるんだって、まあ、待って待って、その攻撃嫌よその攻撃嫌よ、
あ、疲れてる疲れてる、元気瓶も使ってねえのに疲れてると勝手に。ほら、はい、痛い痛い痛い、くそー。あ、回復ありがとう。さあひたすら連撃をしていきますが、まあ大丈夫だと思うんですよ何が何が、とりあえずね雷属性の攻撃をガン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 やってるんで大丈夫だと思うんですけど、ですけどさあひるませましたよ。そろそろ攻撃がなくなるかな。まあ、爆弾とか持ってきてれば痛いな。ちょっと喋らせろや。なんでこっちは喋ろうとしてんの、邪魔してくるかな俺が勝手に喋ってないだけなんだけど、ほらなんか邪魔されたな今。あ、やばい、ちょちょちょ、待て待て、スタミナがもったいないもったいない、ついついボタンを押しっぱなしにしちゃうんだよな。うん、競争薬とか持ってきてもよかったのかもしれないんですけど、なるべくねドーピングはしないようにしてるんで、なるべくね。さてすごい、さっきのティガレックス戦とは雲泥の差なんですけど、届くかな。あ、届いた、ラッキー。おお、上がってきたよ。いた、あ、またまた、今の攻撃怖いな、やっぱ近づきたくないな。なんでガンナーなのにこんな近づいてんだなんかクリティカル距離が近いような気がするんですけど、気のせいですかね。ピンなくなった、よっと、属性強化、まあ、おとなしくさせてもいいけど痛いな。ちょっと離れるか、待て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 、ちょっと待て、ちょっと待て、そこはまずいんじゃないか。ほら尻尾にちょっと来い。あ、ちょっとなんだよ、俺がお前に何をした。おー、なんだなんだ、あー、見えない見えない見えないついついこのね上空へのね、よいしょ、弓が撃てないんですよね、うまくうまく撃てないんだわ。おお、目の前にいた目の前にいたわ。あー、くそ、草食竜が邪魔だな、生肉は邪魔ですが、当たってなくねさっきから当たってる。そして相変わらずのね狩り技を付け忘れているっていうね、こいつに対して狩り技なしって結構勇気あるよな、我ながら。あー、届かなかった、あ、ダメだ、うん、回復よろしく、ありがとう。ふい、くそ、やっぱり慣れですかね、何事もね。もうどこだどこだ、ちょちょちょ、またスタミナがなくなっている。だいぶねこれでね瓶を無駄にしてる気がするんだよな。乗っちゃいます、ほらダメだ、全く効果なし全くもって意味がありません。そう、さっきまでの勢いが一気になくなったな。うおー、あー、くそ、動き回るね、チミ。当たったよくわかんないけど、よし、次もうね瓶はねきっちり使う派です。足元ばっかになっちゃうな。おお、ちょっとこれはさすがに近すぎる、はい、ずずさすがに近すぎるね。はい、はい、行く、耐熱効果切れたけどここは意味ない、えないフラットケア、ほら、オッケー、いいよ、おい、どうしたどうした、なんだ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 、ちょっと待って待って待って見失うわ、待って待って、あ、やばい、劣勝ってるよ、待って待って、
早く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 無駄に動くな。動くと裂傷が。よいしょ。もうこの裂傷がな、結構邪魔だったりするんですよね。あ、ハンじゃないよ、ミツナちゃん。うっそ。ほら。このね、曲者の当たり具合がよくわかんないんですよね。なんか遠い時とね、近い時があるんですけど、これは何なんですかね。はい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 。まず、踏むな踏むな踏むな。女を踏むな。どんな趣味してんだお前は。だけ。ほら。移動ですかね。さすがに移動。あー、しまった。ペイントがついていない。ペイントを忘れていたせいで、モンスターの居場所を見失い、砂漠を一周してました。何やってんだ、まったく。外したしな。ここ撃ちにくいな。ほら。うお、だからそれやめてくんねえかな。マジでわかんねえわ、こいつ。くそ。なんでそのド S 攻撃は、ね、ありがとうね。うん、見えない。うわ、ここやりにく。マジで借りにくいな。くそ。ちょっと待って。え、なに。混乱すんだよな。いやもう弓難しいわ。やっぱり弓っていうかこいつが難しいわ。こいつに双剣で来るべきだったかな。ちょっとしくったな。なんかティガレックスの方がきついかなと思って弓やめたんですけど、ティガレックスは正直ね、セルレギオスは舐めてた。こんなにめんどくさいモンスターと思わなかったな。あともうちょい倒せるのに倒せないっていうのはすげえムカつくな。あ、終わった。思わずキャンセルしちゃいましたが、はい、ズシーン。オッケー。どこも V 破壊できてないよね、これね。本当にひでえ狩りだったな。結局20分以上かかっちゃったし。まあもうこれでね、しばらくもう弓下手したら使わないかもしれないな。残りのモンスターのね、数もうダメだ。もうやだ。残りのモンスターの数的に弓を使うことがないかもしれません。はい、そういうことが言いたかったんです。クエストクリアです。ひどいなぁ。ダメだね。弓、ライトボウガンが使えるんだな、きっとな。まあ一応かっこよくは決めてますけど、内容がね、グダグダでひどかったんでね。まあ時間かかったおかげで相棒たちもね、この相棒たちもなかなかにいい素材を集めてくれました。20分31秒、だいぶかかったね。セルレギオス、やっぱでかかったのか。はい、心身ともに疲れて帰ってまいりました。さあ、ですね、次に討伐しなきゃいけないモンスターはですね、この辺はまた同じモンスターなんでいいでしょう。来てました、豪剣爆砕でいいのかな、ブラキディオス。ついにね、アイスボーンに登場が決まりました、ブラキディオスですね。こいつも久々なんで、ガンナー武器は無理だな、きっとな。と、できればこいつも行きたい、キリンですね。こいつこそガンナーで行きてえな。キリンはね、なかなかに強いモンスターで、歯が通らないので、なんかそれこそ弓とかでご了承した記憶があるんですよね、昔ね。まあ、いいでしょう。この2体を討伐しに行きたいと思います、次回はね。それで、多分緊急クエストが出るんじゃないかなと思います。そこから多分変わるんじゃないかな。どうだったかな、ちょっと記憶が曖昧なんですが、とりあえずはね、今回はちょっとひどかったんで、大変申し訳ございませんでした。ですね、やはり弓を使うときは気をつけないといけないですね。大変申し訳ございませんでした。もう見てるのも怒ってます。なんで私に弓は使えないのよと怒ってます。はい、ほんとね、大変申し訳ございませんでした。ということでね、次回はブラキディオスとキリンをね、討伐しに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
ツイッターとブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況の方でお会いしましょう。バイバイ。